皆さんこんにちは。今日のテーマはこちら、肩こりにおすすめの体操になります。それでは早速始めていきましょう。体操スタート。それでは始めていきましょう。足幅は腰幅にします。つま先をやや内側に向けてください。両手を胸の前に持ち上げて腕を組みます。組み方はご自身が楽なやりやすい組み方にしてください。ゆっくりと両腕を頭の上に持ち上げます。肘が曲がっても OK です。下ろして頭の上に持ち上げる。この動作をリズムよく行っていきます。目線を斜め上にしましょう。肩の力を抜きます。皆さんお疲れ様でした。今回の体操は15回4セットを目安にご自宅で行ってみてください。それでは次回もお楽しみに。